月刊ベガルタ10月号、今回は10月の7試合を振り返っていきたいと思います。それでは行きましょう。10月は7試合ありました。0勝3分け4敗でございます。3分けもしました。3回引き分けたら勝ち点3なんで、実質1勝したようなもんです。ポジティブに捉えていきましょう。1試合ずつ振り返っていきますと、最初コンサドーレ札幌相手に3対3の引き分けでした。これ勝ったと思ったタイミングありましたね。久しぶりに勝ったと思ったタイミングね、ありましたね。2点リードはさすがにいけるだろうって思っちゃったタイミングがねありましたんで、ちょっとショックが大きかったですね。続いて川崎フロンターレ相手に 0-1。 まあ川崎フロンターレめちゃんこ強いんでですね、まあ 0-1 で終わってよかったなって思うんですけど、ただ後半のベガルタ仙台が川崎フロンターレ相手にですね、チャンスを多く作るシーンがありました。ベガルタ仙台の攻撃の形としてアーリークロスっていうのが一つあるんですね。でそれがすごく川崎フロンターレ戦で生きていたから、アーリークロスがまあ一つ生命線なのかなっていうのを感じました。でもぶっちゃけアーリークロスを狙ってアーリークロスを上げているチームではなく、サイドをえぐることができないからアーリークロスになっちゃってるみたいな状況なんですけれども、ただそれでも長澤選手とかがいれば形にはなるので、そこはちょっと一つで攻撃の形として意識していいんじゃないかなというふうに思います。で続いて横浜 FC 戦は0対0の引き分けで、まあ勝ち点をゲットすることはできましたけれども、この7試合の中では一番ショックだった試合です。というのも横浜 FC って7月に戦った時に比べて格段にね、さらにいいチームになっていたんですね。やっぱまあ3ヶ月もやってるとチームのね戦術も浸透してきて、チームの連携もより深まっていって、いやいいチームになるよなっていう風にね思いました。単純に斉藤光輝選手が一人いい子がいるからっていうだけの話ではなかったですね。本当チーム全体でうまくパスをつないで角を取りに行くっていうところも明確でしたし、ボールを奪われたらもうすぐに奪い返すんだっていう、あの運動量のね豊富さ、素晴らしかったなと。ベガルタ仙台の方がゲレスだったり、割とその個の力のある選手っていうのが何人かいたなっていう風に思います。松下もねいいパス出してましたけれども、ただ本当個の力で勝負してるっていう印象が強くて、チームの完成度、ひょっとしたら7月に戦った時ってまだそこまで差はなかったかもしれません。まあなんだってリーグ始まったばかりってどのチームもまだ完成度そんな高くないんですよ。それが3ヶ月経ってこの完成度の差かっていうのをまじまじと見せつけられた時に、本当にベガルタ仙台って今シーズン何やってるんだろうなっていう気持ちになってしまって、すごく10月の7試合の中では一番ショックだった試合でした。続きまして浦和レッズ戦0対6。まあ試合内容的に言えばね、ここが一番インパクトある、まあ、ショック受けそうな試合なんですけど、僕はその前の横浜 FC 戦の方が結構ショックでして、浦和レッズはね相性も悪いですし、しかも面白いよりカウンター食らっていて、まあまあしょうがねえかって途中で思っていたんで、横浜 FC 戦の方がショックでしたね。浦和レッズはトランジションが特に早いなっていう風に思っていて、ボールを奪ってからの速さで、奪われてからもまあ早いかなという風に思うんですけど、おかげさまで浮き彫りになったのがベガルタ仙台の選手たちのトランジションの遅さですね。こうから主からこう、両方そうなんですけど、トランジション遅いんですよ。木山監督が全然ダメダメで、でなんかチーム戦術もなんもねえじゃねえかみたいな、それだけが問題じゃないなってこの試合すごく感じていて、トランジションを早くするって別に監督がヘッポコだからできないなんてことじゃないじゃないですか。選手一人一人が意識してればできることだと思うんですね。それ監督のせいじゃないと思うんですよ。いや監督が徹底しないからだっていうかもしれないですけど、みんなまがいなりにもプロフェッショナルで、サッカー歴そんな1年2年やそこらの選手じゃないじゃないですか。みんなプロ1年目の選手だってサッカー歴あるでしょ結構。だからトランジションの速さって重要だよねって分かってるはずなんですよね。分かってなかったとしたら相当ちょっと考え直した方がいいと思うんですけど、だから選手たちにも問題あると思います。もしかしたら監督がモチベーターとして機能してないかもしれない。いろいろモチベーションをね維持するのに難しい状況多いと思いますけれども、それを言い訳にしているようだと、来シーズン例えばベガルタ仙台じゃなくてもっと別のチームでプレーしたいって思ったからといって、ベガルタ仙台よりいいチームに行ける J1 の上のチームに行けるとは限りません。だって上のチームってそれだけレベルの高い選手を求めてますし、じゃあベガルタ仙台と同じぐらいの順位にいるチームにだったらいけるのかっていうと、湘南にしろ大分にしろ横浜 FC だってそうですけど、トランジションの速さを売りにしているので、トランジションの遅い選手いらないんですよね。
そう考えると大丈夫、そのサッカーやってて大丈夫ですかって、ベガルタ出てっても取ってくれたチーム J2 でしたみたいな、全然そんなことあり得るパターンなんじゃない今あなたたちがやってるサッカーって、ちょっと僕はこの試合を見て一つ思いました。ちなみに今全部ベガルタ仙台に対してもうやる気なくなっちゃってる前提で話してますけど、もし仮にそうじゃなくてベガルタ仙台で一生懸命頑張ろうと思ってますって思ってた上であのトランジションのやる気のなさだったとしたら、もっとまずいと思います。本当にあなたのサッカー人生かかってますよ、大丈夫ですかそれでっていうのはすごく気になるところですね。続いて名古屋戦0対1、守備も全くなんか統制が取れてないわけではなくて、基本的には多分サイドに追い込んでいこうと思ってるんですけれども、ただしそのサイドを攻略されてしまうっていうですね、なんか結局どこでどう奪おうとしてるのかってところは煮詰まってないのかな、とりあえずなんか方向性は決めてるけど煮詰まってないのかなっていうのは感じさせられました。で続いて神戸戦が2対3です。追いつくとこまではすごく良かったなというふうには思いますけれども、結局サイドサイドに行くけどそこ攻略されるみたいなのを感じました。あとクエンカが左サイドで攻め残っちゃうんですけれども、パラだとどうしてもサイドハーフとサイドバックの2人をですね、見ることができなくてめちゃくちゃ攻略されていたので、クエンカパラのコンビはないなっていう風に思いました。それだったら守備で戻ってきてくれる関口や石原を2列目に置くか、今怪我でいないですけれどもハチスカみたいな、ちゃんとなんか守備頑張れるような選手を置かないとちょっときついのかなっていう感じですね。最後広島戦、後半はすごく良かったなというふうに思います。今ハチスカ選手と柳選手が怪我している状態で、逆に言うと照山選手とか戻ってきてくれているので、チーム的には 3-4-2-1 の方が合うんじゃないかなってこの広島戦を見て思いました。怪我から戻ってきたクエンカ選手がサイドの選手ではないかなっていうのを4バックの時にすごい見ていて思っていて、技術がすごい高いんで真ん中の方で使ってあげたい。そうすると 4-2-3-1 の真ん中にしてあげるか、もしくは 3-4-2-1 のシャドウなんじゃないかなっていう、僕は 3-4-2-1 いいんじゃないかなと思います。佐々木匠選手もシャドウでハーフスペースですね、あのボールを受けて活躍してくれるタイプだと思うので、今のメンバーだったら 3-4-2-1 がいいんじゃないかなというふうに広島戦の後半特に見て感じました。10月の勝手に選ぶ月間 MVP は久保選手です。もう久保選手がいなかったら10月20失点ぐらいしててもおかしくなかったかなと思います。浦和戦6失点していて結局10月14失点してるんですけれども、久保選手が悪いとも言えないですし、名古屋戦なんてもうめちゃくちゃ止めてくれました。広島戦もめちゃくちゃ止めてくれました。神戸戦もめちゃくちゃ止めてくれました。本当に声もね、人一倍出してます。ていうか他の選手出してんのかって言いたくなっちゃうぐらいなんですけれども、彼が今、ベガルタ仙台をなんとか支えてくれてるなというふうに感じました。いかがだったでしょうか。気がめいるようなシーズンを送っていますけれどもですね、心を強く持って一緒に頑張っていきましょう。それでは。